父さん、お茶が入りましたよ。うん、玉露。どうすればみんなの心を動かすようなお笑い芸人になれるのかしら。うわー、かわいい。君、名前は？私、ヨルルン。銀爪村のバラドルをやってます。でも私って不幸な身の上なんです。はあ？パパは交通事故で死んじゃうし、ママは記憶喪失。その上、おじさまはパパの会社を乗っ取って私を無理やりお笑いタレントにしてしまったんです。はあ、私ってなんてかわいそうなんだろう。なんなのこの人。なんか賑やかなとこね。そうだな、実にこれだな。何よそれ。歯を出して派手っていうシャレだ。おじさんたち、お笑い芸人なんですか？誰がおじさんだ。ちょっとあんた、何も。はい、私八重子。八重子の矢は八重歯の矢。やっきゅんと呼んでください。このたぬぎ村の歌って踊れる大道芸人です。はい、歌って踊れる大道芸人。